こんにちは。本日は2022BBM ベースボールカードルーキーエディションを開封していきたいと思います。こちらに関しては、2つ、ボックスを開けているところなので、今回が、3ボックス目という形になるんですけども、もしね、この動画を見ていただいた方であれば、まあ、前回、何が出たかっていうのは分かる方がいらっしゃると思うんですけども、前回は、ドラフト1位のね、ルーキー3選手の、白サインが、3枚、出たので、非常に、開けてて、楽しかったっていうか、嬉しかったというか、そういった形ではあるんですけども、やっぱね、こう推しのドラゴンズの、選手の白サインとか、スペシャルインサートとか、あとなんか例年すごい出てるイメージがある、新人王の、カードとかまだ出てませんので、その辺もね出たら嬉しいなって思ってます。ちなみに、前回の動画までは立浪監督のタオルでしたけども、今日はね先日のオープン戦でビッグアーチを放った、石川選手のタオルを下に引いております。では、いろいろと振り返りながら開封をしていきたいと思います。やっぱねオープン戦始まるといよいよ、始まったなって感じもしますし、これでね、沖縄離れて、多分明日かな、ソフトバンクと試合して名古屋にね戻るっていう形になるんで、非常に、ワクワク感が出てきますよね。ではいきます。中村選手、大竹選手、長嶋田選手、秋広選手のニューフェイス、お早速出ました。荻野選手の、スターティングポイント、これ初めてですね。前田選手、花田選手、柳沢選手、大里選手、秋山選手、山本選手、山崎選手のチェックリスト、坂口選手、星野選手、菊池選手、村山選手、田村選手、藤野選手、風間選手、ソフトバンクの1位ルーキーですね。これがシークレットかどうかは、定かではありません。森選手の、ニューフェイス、お、ウースケ出てきましたね。羽田選手、笹原選手、オープン戦始まったということで、非常にねこう、開幕投手とかもいろいろ騒がれたりしてるんですけど、今日ちょうどっていうと、もう取ってる日がね、バレちゃうんですけども、開幕でね、ジャイアンツに投げる、投手発表されましたね。我らが大エースの大野雄大投手は満を持してね開幕投げてもらえると思うんで、期待して待ってましょう。よいしょ。ではいきます。八木選手、東出選手、佐久間選手、内山選手、お出ました。狙ってたね、中日の選手の白サインです。大きく新人王と書いてあります。石森選手、やったぜ。水野選手、前回はね結構ファイターズボックスみたいな感じだったんで、今回はねやっぱドラゴンズボックスでお願いしたいですね。
上川端じゃあな上川端選手ですね、松井選手、広畑選手、大橋選手、木村選手、おドラ1大勢選手、もうね、なんか微妙な変化なんでちょっと分かりづらいですよね、吉川選手、お福本選手、このボックス出ますね、ドローンで、早水選手、白木選手、野口選手、佐藤選手、松本選手、小園選手で、森友哉選手の、スターティングポイント、これ3ボックス開けて、3枚目です。なかなか、森友哉選手に、ね、愛されてますね、古市選手、松坂選手、中川選手、そうで、まあ、3ボックス目になりまして、まあ、2ボックス、整理してたんですけども、とりあえずレギュラーカードに関して言うと、ロッテのドラニの、池田くんと、ソフトバンクの育成12位の、名前ど忘れちゃったな、12位の、三城選手かな、そううろ覚えで間違ってたらすいません、が唯一というか2枚出てなくて、まあ、インサート系でいうと、まあ、新人王がねどちらも出てませんということになってます。早水選手、大橋選手、徳山選手、北選手の、ニューフェイス、山下選手、ドライチですね、石田選手、鈴木投手、長谷川選手、相原選手、山中選手、三浦選手、松川選手、お、クローズリレーションシップの、市立和歌山高校コンビ、小僧の松川コンビですね、まあ、相当仲いいのがね結構話題になっているので嬉しいですね。2人とも頑張ってほしいですね。福島選手、福本選手、大選手、渡辺選手、岩田選手、田中選手、吉野選手、土田選手、ニューフェイス、リエーションシップクローズ、2枚目ですね、高知県芝木の、毛利選手と、白木選手、安田選手、川崎選手、よいしょ、こんな感じかな、よいしょ、あれですよね、今んとこ運よく、まあ、白サインシリアルが、3枚出てるんですけど、やっぱね2枚の、やつも結構あるみたいなんで、うまい具合に、いい箱に当たり続けてほしいですね。よいしょ、で開幕戦なんですけどね、東京ドームで、まあ、ジャイアンツも、まあ、菅野投手が投げるということで、まあ、そんなにやっぱりこう点数がね取れる試合じゃないかなと思うんですけど、先日のね楽天戦みたいに打線爆発してほしいですね。深澤選手、ちょっと中国掛けがありますね、加藤選手、横山選手、小林選手、
隅田選手、富田選手、岡留選手、阿部選手、渡辺選手、末金選手、かなりねパワーありますよね。滝本選手、おチェックリストが2枚目で、これはスターティングポイントかな。お大瀬川選手の、スターティングポイントですね。これは初めてですね。で、中川選手、宮森選手、滝沢選手、高木選手、加藤選手、小森選手、向野木選手、ドカイチですね。おっと来ました、福本選手の、銀箔、ですね。開幕一軍と、素晴らしい目標ですね。まあ、まだまだね、若いんであれですけど嬉しいですね。川崎選手、菅井選手、豊田選手、ラスト、3パックに、なっています。よいしょ、まあ、東京ドームも、まあ、全面リニューアルして、ちょっとねさっきツイッターであれだけ見ましたけど、相当でかいビジョンで、電光掲示板じゃなくて、あ、全然入ってない、なんていうんですかね、オーロラビジョンの横で、ホームラン打ったらその商品がもらえますよみたいな看板もなんかあれですね、液晶というかビジョンになってたんで、まあ確かに綺麗ですし、まあいろいろと買えるのもね、まあお金がそんなにかかんないんじゃないかなと思うんですけど、まあ完全キャッシュレス化ということで、まあお金をね、いらないってわけじゃないですけど、まあ荷物にならなくていいかなっていうのはありますよね。福永選手、柴田選手、三城選手、お、出ましたね。ソフトバンクの育成中に持ってますね。初登場ですね。行ってみましょう。森木選手、野村選手の、ニューフェイス、赤星選手、柳沢選手、アリゾン選手、加藤選手、池田選手、村川選手、お、ブライト健太選手です。このボックス、ドラゴンズの選手、出ますね。渡辺選手、桐敷選手、鴨内投手、西垣選手、村山選手、中津選手、中村選手、及川選手のニューフェイス。おっと、出てきました。森木選手の、これは赤っすね。確か、銀100、金75、緑が50、赤が背番号だったかな、20ですよね。すごいですね、森木選手の、もうわかんないですね。いや、でも、すごい大当たりじゃないですかね。大津選手、亀田選手、で、前田選手といった形になりました。はい、サーティングポイント、3ボックス開けて3枚目の、森選手、荻野選手、大瀬良投手で、クローズリレーションシップが、市立和歌山高校の小園松川ペアと、高知県代表の森木白木ペアで、白サイン、こちらが、石森投手、福本投手で、森木選手といった形になりました。で、今回は、
前回のね、ファイターズボックスから一変してドラゴンズボックスに、ね、なってくれて非常に嬉しく思います。はい、ルーキーエディションに関しては、インターネットでね注文したものが届いてきたんで、もうしばらく開けていくかなと思いますのでよろしくお願いします。では本日もご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。